本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけですね、今回なんですけども、ちょっと待ってください。はい、こちらです。いや、この袋じゃないんですけども、この新居を越してきてもう数ヶ月になるんですが、その前の旧家、地下があったんですけど、まあ大体そこ、物置になってるんですよ。結構お高い、5、6000円ぐらいする布団なんですけども、ちょっと嗅いでみたいと思います。くっせー！ カビ。いやー、やばいっすね。やば。これで寝るというのは拷問です。かといって捨てるのももったいないというわけですね。まあでも洗濯機に入れようにしろ入らないですよ。というわけですね、私監督初めてコインランドリーに、コインランドリーの店の前は通るんですけども、実は一回も入ったことないんですよね。結構皆さんもどうでしょうかね。例えば洗濯機が壊れたとか、まあそういう時にはいいと思うんですけど、まあ基本は行かないですよね。家の洗濯機で十分ですよね。てか値段とかも正直わかんないし、いや聞く話によると、ドラム式洗濯機、そこですね。臭いものを持って地下鉄乗るのはちょっとおこがましいですが、大丈夫ですよね。このままだとやばいんで、ちょっと袋に入れてからちょっと行っていきたいと思います。というわけでですね、帰ってきました。結構かかりました。というわけでですね、まあ、地下鉄、まあ、約10分で、まあ、その現地まで徒歩で約7分、スイッチを押したら40分もかかるかと思ったけども、まあドラム式の洗濯機で500円で、まずこちらを水洗い、ちょっとまあ叩きながらやるやつですね。40分それがかかりまして、でその後に乾燥機ですね、これが100円で、7分間。とりあえずカビ臭い匂いどうなっているのか確かめていきたいと思います。あの吐き気を催すものから解放されました。カビ臭さはないかな。いや、あんのか。いや、これは素材の匂いか。はい、というわけでですね、今回は、コインランドリー、おそらく人生で初めて、行ってきました。やっぱ時間使うね。でも時間使うけども捨てるにしてももったいないし、かといってクリーニング出すのもちょっと時間かかるし、というわけでですね、まあ、コインランドリーというところに、行ってきました。ちなみになんですけども、自分が行った時はおばさん一人と、あとなんか従業員らしいおじさんがチラッと入ってきたぐらいでしたね。まあコインランドリー初めて入ったんですけども、まあ、結構いい感じでしたね。30代ぐらいはあったんですかね、自分が行ったところで。そこでまあ10キロのもの、15キロ、20キロとかいうもの、まあこれちょっと重さ的に分かんなかったんで、とりあえず一番入り口から近いところの10キロでやったんですよ。それ2台しかなかったんですけども、その後すぐおばさんが来て、あ、取られちゃったって言ってました。すいません。というわけでですね、コインランドリーちょっと初めて行ったんですけども、たくさんあったらもういっぺんにもうバッと行って、もうバッとやっちゃうのがいいですね。例えばその季節の変わり目ですとかに、もうスイッチを押して、まあ、40分とかで表示出るので、まああとはその辺のですね、買い物ですね。自分はニトリ行ってきました。でトレに帰るというですね、まあこれがね、家の近くにあればもうベースなんですけど、まあ、ちょっと自分のね遠かったという話でした。